皆さんこんばんは、ともりあらたです。今日はいつもと様子が違ってお風呂場からのスタートになります。というのもですね、実は明日ですね、私すごく大切な、撮影がありまして、その撮影前にちょっと肌のねコンディションを整えたいということで、大切な日の前のナイトルーティーンを、皆さんにシェアしたいなと思ってこの動画を撮っております。では早速行ってみたいと思います。ナイトルーティーンスタートです。では顔から洗っていきたいと思います。で今は日焼け止めと眉毛だけ、なので、今日はクレンジングじゃなくて洗顔だけで顔を洗って、そこからお風呂入ってスキンケアやっていこうと思います。なので今日はですね、洗顔はこちらにしたいと思います。繊細のマイクロムースウォッシュ、これはもう本当になんか炭酸の泡で、なんか美容液の炭酸の泡で洗ってるみたいな感じなので、結構潤いを残しながらしっかり汚れを落としていくっていうもので、洗い上がりがね結構ねこうしっとりするような感じなので、早速じゃあ洗っていこうと思います。で濡らしてから、結構ねこれ泡でもいっと出てくるので、ほんとすごい弾力ですよね。こんな感じの。で泡をこう押し付けると細かい炭酸でなんかこう汚れを浮き上がらせてくれるっていう感じなので、ほんと押していくと泡がどんどんなくなっていく感じで、この泡がなくなったらもう汚れが浮いてきてるらしいので、ぬるっとしたぐらいはちょうどいい感じですね。じゃあ洗っていきます。気持ちいい、いい感じでございます。洗い上がりは結構もちもちしていて、なんか洗った方が透明感が出てる感じですよね。すごいね細かい炭酸の泡だから、それだけで血行良くなるんですけれども、とりあえず一旦お風呂に入ってまた血行良くしてからスペシャルケアしていこうと思います。お風呂上がりました。今日はやっぱり明日撮影なので、ちょっと半身浴が照らして、さっきの洗顔も炭酸で血行良くする系だし、半身浴で結構温まって血流が良くなっているところで、スペシャルケアをしていきたいと思いますので、髪を乾かしながらちょっとパックをしていきたいんですけれども、今日はどのパックするかっていうと炭酸パックエカトなんですけれども、炭酸パックやっていくときに、こういうカップにまず1剤目をかけて入れていきます。1個目を入れるとこんな感じです。で2つ目を、これを混ぜた瞬間から炭酸が発生するパックなんですよね。私炭酸パックをいろいろ検証してみたんですが、このエカトの炭酸パックが一番この炭酸の糖質がなんか特許をね持ってらっしゃるらしくて、私特許のなんか申請書しっかり読んでみたんですけど、多分一番この2剤混ぜてやるやつの中では一番炭酸の発生時間と量が多いので、こんな感じのパックに。これを顔に塗っていくんですが、その前にやっぱり密閉するので、こう美容成分しっかり入れていきたいので、ドクター系のコントロールエッセンス、こちらはビタミン C がメインで、あとはナヤシアミドとかグルタチオンとかがしっかり入っている美容液なので、なんかやっぱりビタミン C ってすぐに酸化しちゃうんですよね。でそれをグルタチオンとかがまた還元って言って元気にしてくれる、ビタミン C の働きを助けてくれるサポート成分がたくさん入ってるので、これをまず最初に塗ってから炭酸パックを塗っていきたいと思います。この炭酸パックはね、大切な撮影の前は必ずやるし、前の日だけじゃなくて3、2、1っていうカウントダウンみたいな感じで3日間連続とかでやっていくと、めちゃめちゃ肌がプルンプルンになるんですよ。この鼻下にちゃんか塗るのもポイント
でございます。でここでちょっとね頭皮のマッサージをするときに使っているのがこちらエンビリワード炭酸セラム。これも炭酸ね、私なんかちょっと炭酸が好きな人みたい、まあ、確かに炭酸好きなんだけど、これは私がいつも髪の毛を切ってもらっているザックっていう美容室があるんですが、そこのオリジナルです。地肌用のトリートメント美容液なんですけれども、すごく面白くって、毛髪の量をボリュームアップっていうのもそうなんですけれども、炭酸で血流も良くして、プラスアルファやっぱり白髪ケア、もちろん白髪をピタッとなくすっていうよりは白髪ができにくいような栄養素をたくさん入れてくれています。まずアデノシンっていうものが入ってて、アデノシン自体は代謝をね良くしていくっていう感じで、よく頭皮ケアのボリュームアップ系には入っているし、あとはホップエキスっていうものがメラニンの活性を良くするらしいんですよ。だから散らかって結局はそのメラニンが、シミはねメラニン作ってほしくないんだけれども、白髪にはメラニンを作ってほしい感じなので、ちょっと顔とは違うホップエキスが入ってるっていう風に教えてくれました。であとはアシタマエキスっていうのが髪の毛自体をこう太くするって言ってたので、それを頭皮に揉み込んでるのを最近ケアにしてるんですけど、これすごく面白いのが炭酸でね、すごい気持ちいいんですよ。しっかり振ってやり方があるんですけれども、まず耳の横ぐらいにして揉みます。で次でここにもやって垂れないように揉むの。そうするとなんかねこういう感じで頭皮をマッサージしていくと、あくまでも筋反射ね、筋反射でキュッとなんかこう引き上がる感じがするんですよ。目がこう開きやすくなるっていうか、今ちょっと炭酸パックしてるから分かりづらいんだけれども、やるとねなんかフッとなんか目が開くような気がします。もちろんこれは筋反射なので継続っていうあれじゃないんですけれども、血流がね良くなることでそういったことが起きるのかな。あとはこの首のね後ろにもこうシュッとして揉み込む感じ、しっかりと最近は頭皮ケアしてます。こんな感じでやりました。で表面ちょっと乾いてきたかなというところで、ちょっとそれまで髪の毛乾かそうかな。じゃあ髪の毛乾かしていきます。乾きました。髪が乾いたらちょっとブラッシングをしていきたいと思います。で感じかな。エカトの炭酸パックは1時間くらいできるものになります。なので髪乾かしてる間プラスアルファちょっとやっていきたくって、もう少し置いていこうと思います。今日はもう早く寝たいので1時間じゃなく40分くらいですが、撮っていこうかなと思います。ビロビロビロ、あ、今日は半分で撮れちゃった。こんな感じで撮れるんです。結構肌に透明感が出たんじゃないかなと思います。これだけでもすごいしっとりしてるんですけれども、ここからちょっと化粧水とかたっぷり塗っていこうと思います。化粧水は今日はこちらにしようと思います。エノーガニックのモイストリッチローションです。これもねビタミン C が入っていて、保湿成分もたっぷり入ってるのと、なんといってもね香りがすっごく癒されるんですよね。なのでたっぷり栄養も入れてるし、結構保湿も入れてるので、香りが癒されるものも入れていきたいなっていう感じで、もともとねノーガニック自体も質も高いしビタミン C もしっかり入ってるので透明感出るので、プラスアルファ癒しって感じですね。こんな感じで仕上げていきます。美容液はさっき入れたので、もうね手早く敷地が気になるところにコスデコのホワイトローズを塗っていきます。いい感じかな。で今日は青山皮膚科でレチノールしっかりと導入したんですけれども、スキンケアでもやっぱりレチノール入れていきたいので、こちら私の愛すべきエンビロシェイク X セラムの4プラスです。私は4プラスを出したところになくなりつつありますが、エンビロのシーブーストのクリームをちょっと混ぜて乗せていきます。これね美容液なんですけど、結構テクスチャーが悪く言うとベタベタ、よく言うとしっとりなんですよ。だから本当人によってはなんかベタベタして嫌だっていう人もいるかもしれないんですけれども、で私姿勢肌だからベタベタ嫌いなんですけれども、でもねエンビロンのこのテクスチャーはねすごい好きで、もう結構何年
します。ぶっちゃけこれだけでもうクリームは今日はいらないかなって思ってます。結構しっかりもう昨日からビタミン C も入れた、ビタミン A も入れたっていう感じで、しっかりもう肌が満タンになってる状態なので、結構皮脂化の私はこれだけで終わろうかなと思うぐらい、結構あの油分も入ってる感じになってます。とはいってもやっぱり目元とかは乾燥するので、もうね、今季一押しのエコステコのリポソームアドバンストリペアアイセラムで目元だけ入れていこうかなと思います。少し多めに伸ばして、これでスキンケア完成でございます。もうあとはね、ゆっくり寝れば明日の朝は完璧なはずなんですけれども、もう一つちょっとやりたいことがあります。寝る前にちょっと飲みたいものがありまして、まず一つ目、これビタミン ACE なんですけれども、スキンケアでも ACE 入れたので内側からの ACE 入れたいなと思って飲もうかなと思います。そしてもう一つがミオローソって読むんだと思うんですけども、手摘みの天然のツバメの巣らしいです。これは美容家 の石井美穂さんからいただいて初めて飲んで、美穂さん曰くもこれを撮影の前に飲むのと飲まないと全然違うのよって言ってて、本当って思いながらいただいて、それを飲んだら確かになんか肌がパツンとするので、美穂さんにあやかって撮影の前はこれを私も飲むようにしております。こんな感じのゼリーなので、ほんのり甘い感じのコリコリしてる感じですね。これで撮影の前日のルーティンは終わりました。ではゆっくり寝て明日の撮影に備えようと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。撮影に行こうと思います。おはようございます。おはよう。今日はよろしくお願いします。もう昨日美穂さんからもらったドリンクも飲んだから。あ、飲んだ飲んだから私も飲んだ飲んだ。よし、じゃあよろしくお願いします。おはよう。今日はよろしく。先生、会いたかった。私も、あ、私も綺麗ね。今日は撮影よろしくお願いします。おはようございます。安田さん今日も、はい、ちょ仕込んでよろしくお願いします、はい、しっかり頑張ります。まきちゃんもお願いします。よろしく。お願いします。よろしくお願いします。そして私です。頑張ります。よろしくお願いします。いや、昨日さ、本当に今日のはい、新鮮です。乗せたかった。すいません。あとさ、お久しぶりに持ってきた。あ、ちょっと今ちょうど私今日朝飲んだから。あ、本当、うん、はい、美穂さんからもらった。美穂さん、あ、撮ってんの。美穂さんからもらった。イエーイ、もらいました。もらいました。あ、飲んできた。私も朝飲んできた。飲んできた。ありがとう。だからこんなに綺麗なのであの時やった、もらいました。ありがとう。昨日いろいろした。昨日いろいろした。いろいろ、はい、何した？ダンサーバックして、はい、クリニックにも導入して、はい、自分のクリニックで、はい、自分のクリニックで間に合わないから、はい、青山皮膚科っていう他のところにまで行って、はい、これ導入してきたの。そう。準備万端じゃん。準備万端よ、もう。あなたの隣に並ぶからよ。あなたの隣に並ぶからもうこっちはもう本当にもう。万全の体制でさ、自分のクリニックだけじゃもう物足りないから他の人のクリニックまで行っていろいろしてきたのよ。すごい、すごい。頑張ったわ。そういう時どうやって行くんですか？普通に予約しれっと予約して、あ、どうもともりですって言ったら、だって知り合いいるんですか？あ、知り合いというか、ま、知ってはいるけど、ちょっとうちのクリニックにない薬剤だから、いや、明日大事な撮影があってって言ったら、あ、そうですかって言われて、あ、じゃあびっくりしますよね、急に現れたら。あ、まあ、予約するとか見てるけど、うん、でもしょうがないよね、もう気合を入れてさ、やらなくちゃいけないから、うん、本当にそれやったのいつですか？金曜日、土曜日、そして今日。あ、3日。あ、金曜日は自分のクリニックでやって、土曜日に青山皮膚科でやったっていう感じ。即効性があるんですね。そうそうそう、なんか結構パッと明るくなる感じ、導入系だから。ほら、レーザーとかだとさ、赤みが出ちゃったりもするから、入れ込み系とか言って、そうなんですと言ってないよ。じゃあどういう時に来てるの？じゃあ行ってきます。
8月号にまたハムが戻ってきます。私たちの美容トーク私たちの美容トーク、ぜひ紙面で見てください。ぜひ紙面で見てください。あ、そうですね、はい、ぜひ紙面で見てください、ね、はい、マキア8月号、はい、はい、マキア8月号にまたハムが戻ってきます。私たちの美容トーク、ぜひ紙面で見てください。完璧、はい、大丈夫、はい、はい、大事な撮影も終わりました。うまくいったかもしれない、メイクも完璧だし、詳細は6月22日売りのマキアを見ていただければ、私の渾身の肌作りと、あとはハルカちゃんとヒロさんの素敵な笑顔が見れると、皆さんぜひマキア買ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。